高さのミスマッチ、ピークが少し上、奪った、ここいい、さあこれが秋田の持ち味です、今1対3の状況だったんですが、さあ古川スリーポイント、大浦スリーポイント、ナイスパス、秋田は画面の手前、安岡もいますが中山のアタック、バスケットカウントワンショット、得点を取ることが多いですから、まあ、非常にいい流れにとも変わりましたね。秋田は大浦、デイビス、カーター、中山、古川、さあ大浦2本目のスリーポイント、いやタフショットだったんですけど、よく決めましたね。デイビス、ローポストのカーターへ、決まりました、これはうまいパスが通りましたね、スクリーンから大浦、ピックアンドロール、デイビス、日本代表候補です、この7番のテイビス、テイビス、あー、サウマ、ディールから、大浦のオールパス、テイビス、秋田逆転、たまらず宇都宮、このシーンです。そして千田さん、この後、はい、ノールックパス、この後行くと、もしかしたらここでティムス選手にブロックされた可能性はあるんですけど、なるほど、よく後ろを見てましたね。リングに向かう攻撃、あるいはゴール下の四角、ペイントエリアを攻略する動きがあった秋田ですが、ここはデイビスアタック、決めた、バスケットカウント、アタックが欲しいところでうまくいきましたね。一つ宇都宮の最初のオフェンスを止めた後半の最初、秋田です。中山、バックドアです、ね、見事な合わせ、やはり逆転ゲームもされているゲームもありますから、はい、まあ、それから90点台までいくとディフェンスがなかなかうまく機能していないということになりますので、はい、クロック残り3秒です、古川、ここはさすがベテラン、しっかりと決めます。やはり取りこぼしの少ないゲームをしてましたので、はい、まあ、そういうところはやはり宇都宮は今シーズンの優勝につながったと思いますね。ここはデイビス、デイビススリップ、パス通りません、北島に返した、ここはデイビスダンク、スイッチした、安岡できた、今リバウンドに絡んだ1番がワン、メイジャー奪った、スピードが狙っていた、さあどこから攻めるか、コツアキキャッチアウトシュート決めた、以上はもう広げられたくないですね。そうですね、やはり秋田としてはこれを追いかけるためにはですね、何としても一桁に持っていきたいところですから、デイビスハードショー、その分ギブスが空いたブロック、これがリーグブロックを、ここもデイビス手を伸ばします、ファールはピークです、守ったあと一つ決めたいのは秋田です。古川見事なパスからスピンムーブ、カーター、長谷川戻る、スコット、ここはファールなしで止めています。あ、もう宇都宮は安西ヘッドコーチもベンチに座りました。ワン、まだ今日初得点来ない、ここでカーター、バスケットカウント、